おいえ、なんか、あ、お願いします。ユニバース一歩さピカクロスライドからのゴッドファーザしたいのです。よっちゃん、俺が定年勝ち合ったせいかもしれん。勝ち合ったね。よっちゃん、宿舎前ぐらいまで一緒にいましたよね。宿舎脇で今僕レポート光りました。リフトの左です。宿舎から入ってリフトの左のところで光ってます。うわ、マジかよ。あれ、慎太郎さんかも。え、あ、僕はライトさんで白は出せるけど、最後のすけライト慎太郎でボタンの下側に重なってましたよね。そうです、そうです。ライト僕はもう宿舎前一番最初にはいて、うん、その一番後ろに登った人がとかは、いや一番後ろっていうか僕とライトさんはね、うん、いやまあライトさん目線どう見えてるか分かんないけど、僕目線もほぼ同時に登ってるから、うんうん、ああそうなんだ。のすけさん、僕慎太郎さん見えなく、僕がまあでも最後ボタン前でのすけさんが押してるってことは、あ、なんか重なってるな誰かって思った。え、無理じゃない、俺みんな後から来てるんやろ。だからのすけさん無理だよ、うん、僕目線ライトさんものすけさんも無理だよ。ああそうなんですね、うん。で影丸さくら展望デッキにいます。はい、さくら展望デッキ。ジミア浮いててエンジン脇で最初メインの左下のベントタスクやってからエレキ降りて終わり。はい。ヤンメも浮いてます。今武器庫にいます。武器庫の下側にいます。うん、ピカクロスも浮いている最終位置メインホール。藤宮さんがそのベントタスクの部屋に入っていくのを確認して除染のワイヤータスクを終わらして、えで直んねえなと思ってエレキに降りようとしたところでこのボタン。うん。テラゾーリフト右側で停電勝ち合って、停電最後まで直すのは任せて、はしご登って終わりです。はしご登ってるんだ、うん、あそこ。下に見たって言ったん誰だっけ。はたさこさん。どこにあんの。いや宿舎からリフトの左に入ったら光ったから多分左にあるんだと思いますよ、うん、いや多分ね合ってると思うよ。そのライト慎太郎よっつさんって宿舎前ぐらいまで一緒だったから、ただミーティングによっちゃんだけ登ってこなかったんで。あ、そう、金庫で一緒にタスクやったんです。ダイヤ磨きだけやって先に抜けてって、僕が後追ってミーティングに行ったら光ったって感じ。最後あれ、他厳しそうやった。もうそれだけじゃん。もう慎太郎さんか寺蔵さんじゃないですか、ベントの。いや寺蔵さん無理じゃん。慎太郎はライトさんと一緒に登ってるなら見えてない。無理ちゃん。本当は見えてないです。あれ展望は影丸さくらだっけ？さ、うん。慎太郎はでもライトさんと一緒に上がったんじゃない？僕目線はそうだけど。うん、ライトローラインか。してないでしょ。ちゃん。入ってないです。完璧で決まって。慎太郎、君にこのレア系終えるかな？さて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 、うん、よいしょに入ってないと。ナイスナイスナイス。え、確かさっきのターンって、あ、そうですよね、定例のってすぐボタンでしたよね。うんうんうん。だからテラソーさん無理なんじゃない、勝ち合ったって証明できる。その展望組は、だったら多分届かないと思う。寺蔵さんがベント使っても、うん、なんで僕目線寺蔵さんもできないし、浮いてる人としたら藤宮ピカクロスが一応メインエレキで浮いてるから、藤ピカヤンミが僕目線分からん、あそか判断がつかないんで、うん、そうでもだから僕に入れた3人誰ですか昨日。はーい、ヤンミです。はい、寺です。ピカクロス入れてます。あ、うん、ごめん、寺蔵さんの移動経路もう一回聞いていい？確かエンジンルームかどっかでは、エンジンルームでは空いて、宿舎リフト左、昇降機乗って右行って、停電になったから降りて停電直して、で、停電直したつもりだったけどまだ直んなくて、まあ任せようと思ってはしごを登って終了。リフト乗ってく姿って誰か見られてるんだっけ、寺蔵さんが。見てないんじゃない。なるほどね、近くにいたかって。まあでも勝ち合ってるんだな。勝ち合ってて、うん、でかつベント使ってるんなら畑さんが見えると思う。
場所的に、うん、あ、リフト乗る前にキルしたパターンあるのかなってちょっと思っておったぐらい。あ、それは多分ない。僕らが通過してるライト慎太郎で、はいはいはい、そう、多分ライト慎太郎四つで多分一緒に行ってるんやろ、なんか宿舎前ぐらいまで、うん、そうそう、ただ畑さん目線弁当わかんないでしょ多分。開い、僕が見た時は開いてないから、まあもっと先に抜けてるんだったらわかんないです。先に確認したいんだけど、うん、ミーティングのに慎太郎さんが合流したのは何秒前、ライトさんとのすけさんの印象。あ、だからのすけさんが一番最初にいて、うん、後から遅れてライト慎太郎が登ってきたって感じ。まあそうです。で、僕視点なんですけど、よっちゃんと僕下に下がったっていう印象がなんかなくて、本当に同時に上がってたんですよ僕、重なって。うん、あ、じゃあその後下がったんじゃない、うん、あ、下がるって結構意味わかんない行動ですけどね。なんかそれが僕はちょっと、まあ、でも畑さんの畑さんに入れたのは停電中にライトさんと一緒に上に行ったんだったら、ライトさんに任せて殺されないように降りるっていう行動は全然あり得ると思うよ。ライトさんのことを疑ってた。なるほど。だったらミーティング側の人たちと LINE で場所ずらしたぐらいしかないと思うんですけど、まあ、でも一応浮市も3人いるから、うん、いや僕的にはヤンミピカクロスにちょっと、ヤンミピカクロスどっちかいそうだなと思ってますね。畑さんの理想がないんだったら、普通に慎太郎さんな気がするけどな、俺どうせる意味ないよ。慎太郎くん、僕は味方ですよ。2冊、そして3冊そして4冊。おお、陣外が固まっとるわ。うん、ああ、陣外が固まっとるわ。おいえ、なんか、あ、恋人か。これラバーズ。ラバーズ。ハタテラゾウさん。ハタテラ死ぬんやね。じゃあもう、目撃証言はない、アーカイブ脇が藤宮ピカクロスでずっと本タスクやってて、後からライトさんがラウンジ側から来て、で3人で1回シャワーに下って、僕はシャワーで、ライトピカクロスがメインの方に抜けてきました。あ、いや、私は抜けてない、このままタオルタスク行ってる。僕はラウンジの方に行って手で直そうとしてて、うん、手で直す前にあのボタンって感じです。停電、多分慎太郎が直してるんですけど、勝ち合ってて最後展望デッキで右から2番目を上げて直しました。あー、そうだ、慎太郎さんいたな、展望デッキ。あ、展望デッキに慎太郎さんいたわ。影丸くんも最後いた、展望デッキ。ね、慎太郎ヤミ今回は厳しいと思います。あ、ほんまや。じゃ慎太郎さんじゃないの。慎太郎はね、キルできないと思う。あ、ほんまや。だとする。じゃあ、ここでセリフ言ってきます。はい。セリフです。で、宿舎前、金庫ミーティングでボタン。はい。不思議か白取り合います、お互いに。いや、取れないですね。無理。最後誰かシャワーに来てたような気がするんだけど、誰だろう。最後シャワーにいた記憶はある人います？俺かも。マジ？うん、停電中にシャワーの配線やったかな。あ、そうだ、そっち側に文字動いたように見えてて、タオルタスクの位置から、うん、うん、ライトは、うん、絶対弾いてほしいんですけど、畑迫さんの畑迫さんが死んでるってことで、畑迫さんが行った死体場所と慎太郎さんからも弾いてるんで、ちょっとライトは弾いてほしいです。僕初日慎、うんうん、太郎ライトのラインあったらって思っちゃうけど、まあ、一応ある、ね、慎太郎さんが停電を、慎太郎さんが停電を触ってるから、だから慎太郎ジャニタライトゴッドファーザー、ジャニタだったら消すから、いや消してない、うん、いやだからライトさんが人外だとしたら、多分キルした人をかばうために神様に塗ったが正しいんじゃない？畑迫さんって言ってたよ、あのライト。僕はそうですよ、畑迫さんの方が怪しいと思ってて、うん、そうすぐ畑迫さんを超えてたから、あ、最初は、まあ、僕は伏見やピカクロスどっちか知りたいですね、うん、まあそうなるよね、私も多分、うん、消去法でできるとしたら、あー、マジか、そう、消去法だとそうなると思う。やばれ、できんぴよ、うん、ピヨ、できない、できない、ピヨ。さて、どうするのがベストだこれ。どうしましょうね、ピカさん。
切られた。切れました。あ、マジ？うわ、強い。マジか。おお。あのね、目の前でね、切ってた確かに。あ、じゃあ大丈夫。ボイス。え、フジピカどっちか切ろうと思って。これさ、そうそう、ピカライトのどっちか切っていいんじゃない？いや、違う、これで藤宮さんが切れたってことは、最初のその寺堂さんじゃない、いや、与田さん切るが藤宮さん確定してるので、うんうん。そう。私たちを切る理由じゃない？確定はしてないから。ライトは切らなくて。ああ、そっか。私がゴッドファーザーで。そう、野生のジャニター切れた可能性もあるよ。野生のジャニター。ジャニターかマヒオさんの可能性もあります。普段シェリフキルを警戒するっていう。まあでも切れたから。脳になってないからな。結局初手はピカン藤のどっちかですもんね。普通はシェリフキルするんだ。なんかローラー仕切った方がいいとか言われると多分何も言えないかも。ただ私目線だと多分藤宮さんが切れたことにより、うん、藤宮さんが多分キルした人物だと思ってるので、うんうん、まあその最悪なケースなのが藤宮くんがゴッドファーザーでピカライト両クルーは一応あるっちゃあるんで、うん、あるね、うん、確かにね、ベントでやったってことですよね、メインからの。多分そうやと思う、うん、だったら昨夜さんを犠牲にして突っ込んでもらった方がいいね。あ、やる気なんだ。めちゃくちゃ噛み切る。欲しいなら。まあ、打ってもらってもいいけど。まあ、あれもね、もしやるんなら、僕はライトさんの方が来るっぽいと思ってるんで。嬉しい。うん。わかる。ピカさんの方がいいかな、突っ込むなら。ただ、それやった場合だと、あ、でも大丈夫か。2キル取られたら、最悪負ける可能性があるんだよ。だから、昨夜さんが落ちますで、6人段階だから大丈夫か。いいよ。うん、まあ、でも。即レポできれば。でもまあ打たないでこのまま進行でもいい気もするけどね。まあセルフが決めればいいと思いますよ。うん、好きにしていいよ。なあ、じゃあピカさん切ります。エンジンで。決めるね。死んだな。あとはお願いします。うん、カメラ席行こう。あ、行くの一緒に行こう。小見さん、みんなで行こう。みんなで行こう。みんなで行こう。殺せよ、殺せよ。ありがとう。どうなんでしょうか。あら、藤宮さんめちゃ髪切るだったのに。いやー、ほんと伝統できて、俺そんな髪切る。死体の真下に隠れてたからね。そうそう。あー、そうなんだ。びっくりした。伝統あたりにこそこそしてた。すげえ。隠れてるのか。そう、切られちゃったね。なんか帰りの弁当使ってないから見えなかった。そうそう、うん、俺キルして消せばあ、消えた。あれ消えてない。消えてました。消えてましたよ。消えましたよ。ああ、ナイスナイスナイス。じゃあライト慎太郎の両陣以外はないね。ないですね。虹が落ちた。絶対ないわ、絶対ないわ。強っ、シェリフ。強い、マジで。シェリフゲータは。タスクします。タスクするじゃん。タスクしてまいります。でも、どっちにしても初できる髪切るなんだよな、多分。そうだね。すごいね。すごいよね。すごいんだよな、これ。ベント見られてないから。ベントで。多分ベント使ってるんじゃない？普通にエンジンから来て切って最終打ち偽装じゃない？ああ、うまいわマジで。だと相当うまいな。うまい。めっちゃうまい。停電直って即ボタンだったからほぼずっと停電中。そうそう、停電中のキルみたいなもんだから。うん。僕とライトさんが上がって。さっくり。ごめんよ。強すぎる。いや、かっこいい。これは熱い。ピカさんも。ピカさん。ライトさんまで切っちまえ。もうラバー付けなんかしなくていいから。いや、キルしたときびっくりした。二人死んだから。ダブキルしたわと思ったら。ラバーズか。ラバーズでしたね。まさかあれ。重なったから見えなかったって感じ。そうそうそう。ああ、やっぱそうなんだ。まさかのなんか二人おるわ。普通だったらレポートできた。いやー、なんかそういう切り方されちゃうかみたいな感じでしたね。ライン繋げないようにしてたのに。うん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 。お、スケさんが死んだ。ライさんでも停電直した方がよかった。ああ、なんだろう。あ、ベントタスクしよう。ライトさんだよ。あら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 。
ボタンを、ボタンを直った瞬間にボタンを押すんだ。いいですね。あれどっか行っちゃった。あれ持ってきた。忙しいな。ニキルシ、ああ、どこ行くんだ。ああ、持ってきた。ニキルしようとしてんだと思うな。ああ、なるほど、うん、みんな助け合ってるこれ。そんなことないか。おろろろろ、のすけさん、のすけさん、ほいほいほい、武器庫で見たけど、どれぐらい前ですか。20秒ぐらい前ですね。結構前やな。じゃあ分からんな。キッチン分け直した方は、あ、キッチン分け多分慎太郎もいたね。僕もいました。うん。うん。2人も停電を貨物で直してます。はい。OK。慎太郎はキッチンで沸いて展望でアップロードした後にエレキまで行ってます。最終もエレキです。僕最終貨物まで行けてます。2人とも乗ってないですか。下通って行ってて見てないと思う。のすけさんね、キッチン脇いたかもしんないぐらい。いましたっけ。いや、わかんない、うん、もう中盤以降見てないから、のすけさんは。かげまる宿舎脇でエンジンメインで、エレキ行ってメイン行ってシャワー行ってアーカイブで終わりです。うん、まあ一応さくやくんを最初に見て、中盤でやみちゃん見たかなぐらい。すれ違ったっけ。やめちゃん、なんていうか、女性のとこの配線とそこから出てくるメイン。そう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 。で、僕シャワー抜けてるよ。あれ、僕メイン通ってるのか。女性どうやってメイン通らずに入んねん。そうだね、メイン、あ、メイン通ってエレクトリカルで勝ち合って診察通って貨物だ。そうそうそう、多分そうなってんじゃないかな、うん、僕はシャワー側にドア開けて抜けてます。ライド君は武器庫で、のすけ君見てそのままボタンって感じ。そう、うん、リフトがなかったんで、あの停電直せなくて、誰か直すかなって思ったんですけど、待ってました。全然直んなくてボタンで、うん、直さなかったね。うん、タスク頑張る。うん、タスクでいいかな。タスクです。タスク頑張る。一応ね、慎太郎このターン、あの後半はずっとエレキにいたんですけど、まあ影丸やみともに見てないから、まあどっちかには陣外が、あ、そう、序盤だったら分かるんだけど、タクヤがコーヒーやみ見てるから、まあ薄そう、そう実践は。あら、じゃあライトや、うん、じゃあ分かんない。うん、うん、ライトさんなのかな。じゃあライトさんもあるかもしんねえや。僕の慎太郎さんはないんでしょ、だって。いや、初敵ではないって感じだから。あ、そっかそっか。お、すげえな、さえ、すごい、これめっちゃいいキルやん、初手。すげえ。いや、すごくいいキルだったんすよ。いや、分かったよ、ほんとに。咲夜くんがえぐいわ、これは。いや、ほんとにそうかも。俺も完全にあの2択やと思った。その信頼のラインかサポッチャンかと思ったけど、ね、私だったら絶対釣っちゃってるなと思って。すげえ、まかり通されちゃったぜ、セリフで。いや、あれ強すぎたわ。強いね。ピカさんも男気あったな、ちょっ切られましょうって言って。いや、もう抵抗法も無駄だったから、そうだもんね。影丸さんの優しさに響いてくんないかなってことに祈ってましたけど。いや、ひでえな、こいつも影丸。影丸さんです。ライト君切るところ面白すぎるな。いやいや、え、俺ライト君一応聞くことは俺見えてました。え、あ、いや、いいです、大丈夫です。あ、見えてます。あ、そんな、影丸さんですよこれ、犯人。タスクどんぐらいですか。僕あと、もう次で終わると思います。俺ランチャー終わんないかもしれない。あ、そうだ、ね、シェフだ、うん、え、ちなみに状況も説明してもらえる。僕目線でいくと、僕はあれレポートしてるんで、貨物の金庫から僕が出て、神様が給油をやってたんですね、右上で。はい、でそこから僕は、あの真ん中になんかでっかい荷物あるじゃないですか。はい、あの下を通ってラウンジ側に抜けようとしたら、あの右に抜けてくるライトさんが見えたんですよ、上側から。はい、聞こえてます。あ、やってるかもと思って行ったら死んでました。はい、視界は広くないです。ライトは、ラウンジで、ま、影丸さんと初めすれ違って、影丸さんがアーカイブからラウンジの方に向けて、多分貨物の方に行ってるのが見えて、で僕コミュニケーションがなった時に、もう、貨物の方に向かう下りてく中だったの で貨物のタスク金庫やって上上がった時に、ガソリンスタンドのところで影丸さんが慎太郎さんを切ってました。はい、うん、まあでもここはね、もう対抗ですね。今までの心象的にどう思ってくれるか。心象的にね、最初のキルが出た時にライト君がね、慎太郎さんを結構疑ってたんだよね。なんか割と慎太郎さん目線では同じ風に上がったって言ってるんだけど、
ライト君の方が先です。でも本当に、あ、さっくん本当にこれは、僕がよっちゃんと一緒に初めに、僕が先行してるんですよ。で、上がっていて、僕はよっちゃんが上にいると本当に思ってたんですよ。で、僕、畑迫さんにあの時入れてて、畑迫さんの位置の方がおかしいなって思ったんで。あとね、その、誰だっけ、のすけさんがキルされた時もね、影丸さんから電気ついたから、多分のすけくんキルより俺切った方がコスパいいから、影丸くんとライト君だったら、多分ライト君になっちゃう。いやいや、本当に違う、本当に違う、これは本当に違うよ。まあ、あの、僕もタスク、まあ、そこそこあるけど、まあ、終わらなくはない、2キロはギリいけると思うんで、まあまあ、サックに任せます。僕から、俺終わんないかも、入れちゃっていい？やばい、いや、サック、俺には入れないで、本当に僕じゃないからね、サック。ライト君入れて終わんなくて、俺はもう、責任を持って影丸君を切るわ、じゃあ、頑張って。あ、そうか、そうか、そうか、セリフだから。かっこいいよ、ありがとう。かっこいいよ。それで行って、それでライト君も許して、しまっても。サクヤ君、勝負しますか。勝負だ。許してね。次回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 ね。やればナイス。リージー。ナイス。ナイス。セリフが。セリフ強。破壊したな、破壊し合い。破壊し、すべてを破壊します。神ミルやった。ジミアかピカクロスはどっちだったの、結局切る。ピカさん、あ、じゃあ、俺がメインからベントで飛んで、もう死体の下に。宿舎左のベント下に隠れてた。すごいわ。あー、そういうことか。やば、めっちゃエキル。ちょうどヨツハが降りてきてる。みんなで慎太郎投票しようよ。あれは釣れんよ。ナバズだからどっちでもええわ、しんどけ。雑。どういうことなんだけど。